皆さんこんにちは。レック専任講師の岩田です。それでは1級 FP 学科試験対策講座金融資産運用1の講義ユニット1を始めます。はい、それでは今日は、金融資産運用の講義、ですけれども、1級では、金融に関しましては、様々な経済指標ですとか、それから、いろいろな、金融商品の特徴、これだけではなく、2級の試験ではあまり出題されなかった、例えば債券の利回りでは、複利ベースの利回り計算、それから株式では様々な投資指標、財務指標の計算、それから信用取引、あとは金融派生商品デリバティブですとかポートフォリオ理論、こういったところも出題されます。今日の講義ではそういったところも含めて説明をしていきたいと思います。それでは早速講義に入ります。テキストの1ページを開いていただけますでしょうか。はい、まずは、第1章の経済指標の基礎知識。ここでは様々な景気指標ですとか、それから、物価を見ていく指標、こういったことを、見ていきます。で、まず、景気指標ですけれども、ここは代表的な、3つの景気を見る指標、すなわち、GDP、それから景気動向指数、そして日銀短観。この3種類の代表的な景気指標、これは2級でも学習したところだとは思います。1級ではさらに深い内容が出題されます。まず第1節の GDP 国内総生産から見ていきましょう。で、GDP とは何かと言いますと、一定期間、1年間に生産された財やサービスなどの付加価値の総額、これが GDP でした。で、テキストの真ん中辺 GDE の内訳という図がありますけれども、GDP というのは、1年だったら1年間の国内、日本だったら日本の生産面から見た付加価値の総額、これが GDP、そして GDE、こちらは、国内総支出、ですね。1年間でどれだけ支出をしたか、GDP が生産面から見た。で、生産されたものは、誰かが購入するということで、GDP、そして、GDE はイコールになります。ですから GDE の内訳というのは、これはすなわち GDP の内訳ということでもありますけれども、で、ここでは、GDE が、国内需要、内需ですね、それと海外需要、外需に分けられる。で、内需に関しましては、民需と公需に分けられる。で、それぞれいろいろな項目があります。で、この項目の一つ一つ、それを暗記する必要はありませんけれども、この青くなっている民間最終消費支出、これが、GDE の中で、最も大きいウエイトを占める、約6割弱、のウエイトを占める、これを押さえてください。で、外需に関しましては、純輸出、これは輸出から輸入を、引いたもの、プラスになる、またはマイナスになるということもあります。で、GDP、GDE、そしてもう一つですね、分配面、から見たもの、これを、GDI、と言います。で、この生産分配支出面から見た、これはすべて、数字は等しくなり、これを三面等価の原則と呼んでおります。で、GDP の、各この構成要素ですね、その構成要素の一つ一つが、前年と比べて成長をする。そうすると GDP 全体が成長するということになりますけれども、この、GDP の各項目が、どのくらい、その伸び、または減少がどのくらい GDP 全体に影響を与えたか、それを見ていくのが、寄与度、というものです。
で、一級ではこの寄与道という言葉も出題されます。で、寄与道というのは、各構成要素の成長率、それに、前年の各構成要素のシェアをかけたもの、これが寄与度です。で、それぞれの項目、が、GDP 全体、の成長にどのくらい影響を与えているか、それが各項目の寄与度ですけれども、このすべての項目の寄与度を合計すると、GDP 全体の成長率とイコールになるということも押さえてください。はい、それでは、テキストの2ページを開いていただけますでしょうか。で、ここでは、3番の GDP デフレーターを見ていきましょう。GDP、これは名目値と実質値、この2つがあります。名目値というのは、その時出てきた数字をそのまま公表したもので、インフレ、デフレ、物価変動の影響を加味した、もの、それが実質値、ですけれども、簡単に言いますと、名目値から物価上昇率を引いたもの、それが実質値、なんですが、実際には、名目 GDP を GDP デフレーターで割ることによって、実質 GDP、を、計算します。この GDP デフレーターという言葉も押さえてください。ですから、この、GDP デフレーターに関しては、これは、実質値、分の名目値、名目値を実質値で割ることによって GDP デフレーターが計算できる。名目 GDP を GDP で割って実質 GDP を、計算する。で、この名目値、それから実質値、これが、昨年と比べてどのくらい、成長、しているか、または減少しているか、それが経済成長率ですね。で、経済成長率にも名目成長率、そして実質成長率、この2つがあります。ただ、経済成長率というときは、一般的には、実質 GDP、実質値を使って計算するというのが一般的になります。はい、そして、次に5番の、国民、総所得、ここでは GNI とありますけれども、GDP、は国内総生産、それともう一つ GNP、これ国民総生産でした。で、GNI とありますが、この、分配面から見た、所得面から見た、その時は、国内総所得ではなく国民総所得、つまり GNI を使って見ていくというのが一般的です。で、この実質 GNI ですけれども、これは、実質 GDP、これに、海外との間の利子配当など、それと、輸出入価格の変化に伴う所得の変化、これを公益利得と言います。この、公益利得と、海外からの、純受け取り、それを、足していく、それが実質 GNI の値となります。はい、それでは次に3ページの、第2節の景気動向指数です。で、景気動向指数、これは、景気循環、景気が、好景気、不景気と、循環しておりますけれども、その中で、客観的な指標を使って、景気を、見ていく。で、内閣府が毎月公表している指標です。で、景気動向指数では、CI、コンポジットインデックス、それから DI、ディフュージョンインデックス、この2つの指標が公表されています。で、現在は、CI、こちらの方が中心的な指標になっております。で、この CI と DI の、違い、ですけれども、
CI、これは、景気変動の大きさや店舗量感を示す指標である。それから DI、こちらは、景気の各経済部門への波及の度合い、波及度を表す指標である。で、この2つの CI、DI の、定義ですね、これは内閣府でこのように説明しております。で、この CI と DI の違いが出題されることもありますので、この CI と DI の定義、これはしっかり押さえてください。で、この CI と DI は、現在は30個の指標を使って、算出しております。で、その指標を、先行、系列の指標、それから一致系列の指標、遅行系列の指標、この3つの、系列に分ける。で、一般的には現在足元の景気はどうなっているということで、一致系列の指標を使って公表するというのが、ごく一般的な CI または DI の見方、です。で、まず DI の方ですけれども、DI については、各指標が、ですね、ここでは、一致指数、現在10個ありますけれども、それが、3ヶ月前と比較して、プラスになっているのか、横ばいなのか、そしてマイナスなのかということで、プラスの指標を1とカウントする、横ばいの指標を0.5とカウントする、そして採用されている指標で割ってあげる。これが、DI です。ですから、DI というのは、10個の指標がすべて3ヶ月前と比較してプラスになっていれば、100%ですね。で、すべてマイナスになっていれば、マイナスの指標はカウントしません。ですから0%。ですから、0%と100%の間を、ずっとこう動いていく。で、この DI、テキストの4ページを開いてください。DI による景気判断ということで、これは、DI の推移ですけれども、DI による景気判断は DI の50%を基準とする。で、50%を上回っているとき景気拡張局面、50%を下回っているときは景気後退局面、この50%を基準として判断します。で、この DI の推移の中で、50%ラインを上から下に横切る。これが景気後退局面に、移るということで、景気の山ですね。で、50%ラインを下から上に横切る。これが景気拡張局面にこう移行するということで、ここが景気の谷です。ですから、これ DI の推移ですけれども、実際の景気というのは、こんな感じで推移している。ここが景気の山、ここが景気の谷で、景気の谷から山を経て谷に至る、これが景気の一循環になります。で、この景気の山ですとか景気の谷、これを、基準日付と言います。これは、内閣府で議論を経て、経済社会総合研究所長が設定するということですけれども、この基準日付の、設定をする際ですね、ヒストリカル DI を用いる。このヒストリカル DI という言葉も押さえてください。で、個々の、採用系列というのは、景気の谷から山へ至る時でも、一本調子でこうぐーっと、良くなってるわけではなくて、こう上がったり下がったりしながら、基調として、景気が良くなっている。で、いろいろな指標がある。一系列だけでも10個の指標がありますけれども、それがさまざまな動きをします。それでは分かりにくいですので、指標ごとにですね、景気の谷から山へ至る、これをこう滑らかな直線で、動いている。
このように仮定して、判断に使う、これがヒストリカル DI ということになります。はい、それでは、2番の CI ですけれども、この CI が、2008年から、中心的な指標になっております。で、CI は、DI と同じ指標を使って算出していきますけれども、それぞれの指標が、前月比の変化量を合成するということですので、DI のように簡単に計算ができるというものでもないんですね。で、CI は、その値が、大きければ、景気の拡張局面、で、その値が小さいというか低下している、それは景気後退局面というふうに判断をしていきます。はい、それでは5ページですけれども、ここに景気動向指数に採用されている指標、2023年3月現在ですけれども、全部で30個の指標があります。で、先行系列が11個、遅行系列が10個、一系列が10個、遅行系列が9個、ですね。で、この現在は30個の指標ですけれども、これはおおむね景気が一循環、景気の谷から山を経て谷に至るまで、一循環するごとに見直しは行われます。で、その途中であっても、例えば、その指標はもう公表されなくなったとか、いろいろな、事情がありますので、入れ替えをすることはあります。で、この指標を、全て暗記するという必要はありません。ただ、一級の試験では景気動向指数に採用されている指標ということで、毎回のように出題はされるんですね。で、代表的な指標、先行系列ですと1番の最終需要材在庫率指数、それから2番の鉱工業用生産材在庫率指数、あとは5番の新設住宅着工床面積、6番の消費者態度指数、それから8番のマネーストックに関しましては、M2 が、先行系列に採用されている。1系列では、2番の鉱工業用生産材出荷指数、先行系列ではこれ在庫率指数ですけれども、1系列では出荷指数ですね。で、3番の耐久消費財出荷、指数、あとは、9番の有効求人倍率、遅行系列では、完全失業率ですとか法人税収入、こういった代表的な指標を、先行系列、一系列、遅行系列のどこに、含まれているか、どの系列に採用されているのかというのを押さえていただければと思います。で、テキストの、ちょっと先に進めていただきまして、11ページを開いていただけますでしょうか。11ページに、さまざまな、指標の、説明があります。括弧2の企業の設備投資関連でしたらば、機械受注統計、これは、先行系列に採用されている。それから、上から2つ目の鉱工業指数ですね。これは、鉱工業指数って生産指数ですとか出荷指数ですとか在庫指数ですとか、もういろいろな指標が、公表はされているんです。で、その中でも鉱工業用生産材在庫率指数、これは先行系列に採用されています。鉱工業用生産材出荷指数、これは一系列に採用されています。あとは、それぞれの指標が、どこが公表しているのかといったところも押さえてください。で、括弧3の個人消費関連、ここでは、消費動向、調査、内閣府が、公表している、統計ですけれども、
この消費動向調査の結果、これを消費者態度指数として公表しています。で、消費者態度指数に関しては先行系列に採用されている。あとは12ページですけれども、括弧4の雇用情勢ですね。雇用を守るというのは非常に重要なことですので、雇用に関する指標、これも試験ではよく出題されています。新規求人数、先行系列で採用されている。有効求人倍率、これは一致系列、ですね。それから完全失業率、これは遅行系列に採用されている。で、やはりそれぞれ、どこが公表しているのか、または、その指標の内容なども押さえてください。で、完全失業率に関しましては、総務省が毎月労働力調査を行っていきます。で、そこで発表する労働力人口に占める完全失業者の割合で、労働力人口って何かと言いますと、満15歳以上、で、就業者と完全失業者の、総数である、満15歳以上、で、就業者と完全失業者の総数、これを労働力人口と言います。はい、それではテキストを、少し戻っていただきまして、6ページの、第3節の日銀短観、全国企業短期経済観測調査、こちらを見ていきましょう。で、日銀短観、これは日本銀行が、公表している、指標ですね。年4回、調査を行って、公表しています。全国1万社以上の企業に対してアンケート調査を取る、その結果を公表しているということですけれども、日銀短観では業況判断 DI の数値が公表されます。で、業況判断 DI、 これは、企業に、業況について良い、さほど良くない、悪い、の中から回答してもらって、良いと回答した企業の構成比から悪いと回答した企業の構成比を引いたもの、これが業況判断 DI です。で、一級では、それよりも、日銀短観の対象となる企業、どのような企業が対象となりますかと、そちらの方も出題されるんです。で、調査対象企業ですけれども、まず総務省の、日本標準産業分類をベースとして、業種別に、調査を行っていると。で、製造業、非製造業の、に区分別、それと、対象企業の規模によってですね。で、まず資本金融ですけれども、10億円以上、これを、大企業、1億円以上10億円未満、中堅企業、2000万円以上1億円未満、これを中小企業と、このように3分類して企業別で指数が算出されています。で、ですから資本金が2000万円未満の企業、これは調査の対象外、少なくとも資本金が2000万円以上、が、この日銀短観の企業の対象となる、こちらの方が一級ではとてもよく出題されます。対象企業の、分類の方法などを押さえてください。はい、それでは、この3つが、景気を見ていく指標ですね。それではテキストを進めていただきまして、7ページを開いていただけますでしょうか。7ページの下の方、物価指数ですけれども、物価指数は括弧1の企業物価指数、それから8ページの括弧2消費者物価指数、この2つが代表的な、物価指数です。で、企業物価指数、これは日銀が公表している、
そして、企業間取引、また貿易取引における商品価格、商品物を対象とした、価格の変動を捉えた指標である。で、それに対して、括弧2の消費者物価指数、こちらは、最終、消費者、私たち家計が購入する、財とサービスの価格、ですから物だけではなくサービス価格も含めた、その物価の変動を時系列的に捉えたもの、これが消費者物価指数です。消費者物価指数は総務省が、毎月公表しております。で、家計の消費に関わるものですので、直接税ですとか社会保険料、これ非消費支出ですね、それから有価証券、土地住宅の購入、これは、貯蓄及び財産購入のための支出、はこれは調査の対象外となっております。で、消費者物価指数ではその対象となる財サービス、これをすべて対象にして、した指標、それを総合指数と呼んでおりますけれども、ただ対象となる、財やサービスの中でも、生鮮食料品、これは、その年の作柄などによって値段の変更が大きいんですね。ですから生鮮食料品を除外した指数、これが、ごく一般的に、一番見ていく指標、コア指数と呼ばれています。で、側中のコアコア指数というのがありますけれども、これは、生鮮食料品だけではなくエネルギー価格、このエネルギー価格は、海外の要因で非常に変動する、このエネルギー価格も除外したもの、これをコアコア指数と呼んでいます。コア指数ですとか、あとはコアコア指数、こういった言葉なども押さえていただければと思います。はい、それでは、8ページの、下の方3番のマネーストックという言葉です。マネーストック、これは、通貨供給量ですね。通貨保有主体が保有する通貨供給量で、通貨保有主体というのは、これは一般法人、金融機関を除く法人、それから個人、地方公共団体、中央政府を除く地方公共団体が保有する通貨の総量、これをマネーストックと呼んでいます。日銀が毎月公表しています。で、マネーストックはですから企業、それから、個人、あとは地方公共団体、中央政府を除く地方公共団体が保有する通貨の量、これがマネーストックですね。で、もう一つ、似たような言葉といいますか、テキストの、ちょっと先になりますけれども16ページを開いていただけますでしょうか。マネタリーベースと、そういう言葉が側中にありますけれども、このマネタリーベースというのは何かといいますと、世の中に出回っている現金と、金融機関が日銀の当座預金に預けている、その残高の合計、つまり、日銀が金融機関に供給している、金額、それが、マネタリーベースになります。で、このマネタリーベースという言葉も、とても重要な言葉ですので覚えておいていただきたいんですけれども、これは、日銀が金融機関に対して供給している現金ですね、銀行券や硬貨、その量、これがマネタリーベースなんです。
で、まあ、日銀の金融政策で、この、マネタリーベースの量を調整していく、このマネタリーベースというのが非常に重要な今言葉になっているんです。で、マネタリーベースはこれ2023年の3月時点で676兆円くらい、これ覚える必要はありません。で、そうやって、こう供給しているわけですけれども、金融機関は、そのお金を、企業ですとか個人ですとか、それから地方公共団体に、貸し出しを行うわけですよね。で、貸し出すというのは、まあ、現金それを渡すわけではなく、まあ、通帳上の、まあ、金額、数字上、あの金額ですね、の、まあ、数字、のことですよね。で、お金を借りた、方は、そのお金を金融機関に預けると。で、金融機関はそれをもとにしてまた、貸し出しを行う。これがいわゆる、まあ、信用創造ですとかね、そう言われるものですけれども、ですからマネーストックというのは、これは2023年3月時点で、まあ、公儀流動性2090兆円、そのくらい、あります、マネタリーベースが676兆円くらいで、マネーストックが2090兆円くらい、その、金額がこうお金を貸し出してそれを預け入れて貸し出してと、それによって金融創造によって、これだけ大きい金額の違いがあるということです。で、はい、マネーストックには、まあ、対象となる、預金等の種類、それから対象となる金融機関によって M1、M2、M3、それから公儀流動性とあります。景気動向指数に採用されている、まあ、マネーストックの中でも中心的な指標、それは、まあ、M2 ということになります。で、M2 の、金融機関、対象金融機関ですが、まあ、ゆうちょ銀行は、除くと、こういったところも少し、頭の、片隅に置いておいていただいてもよろしいかと思います。はい、それでは10ページ、ですけれども、在庫循環、ですね、ここに、まあ、在庫循環図とありますけれども、はい、この在庫循環図というのは、出荷前年比、これを横軸にとって、それから在庫前年比、縦軸にとって出荷と、在庫の関係を、このような、図に表したもの、これが在庫循環図です。で、まあ、あの企業、の、こう動きを考えますと、景気が、回復していくと、まあ、売上がどんどん伸びていって、出荷がこう増えていくわけですね。で、まあ、最初のうちは、在庫がありますので在庫から出していく。で、企業はどん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 、生産をしていきます。で、こう生産をこうしていって、で、在庫はどんどん積み増しをしていく。で、景気が回復しているんですけれども、その回復が、だんだんスピードが衰えていきますと、在庫はこうどんどん増えていくわけですね。で、景気が後退局面に入ると、在庫は積み上がっていく。で、出荷は、減っていく。で、そうすると企業は、生産を縮小します。つまり、積み上がっている在庫から出荷していく。そうすると、まあ、在庫が、少しずつ少なくなっていく。で、このようにこの在庫循環図ではこう左回り、反時計回りにこうぐるぐる回っていく。で、ここは景気回復局面ですね。で、だんだん在庫が積み増していく、在庫積み増し局面。そして、景気がちょっと悪くなってくると在庫が積み上がっていく、在庫積み上がり局面。そして、在庫を調整する、企業が生産を縮小していく在庫調整局面。
で、この左回りの、このぐるぐる回っていく、その中で、ここが景気の谷ですね。で、ここが、景気の山ということになります。はい。そして、次に、11ページですけれども、ここは、いろいろな指標を先ほど見ました。特に景気動向指数で採用されているさまざまな指標に関しては、それぞれの指標、どこが公表しているのか、また、どういう指標なのかというのを押さえていただければと思います。で、12ページの8番の括弧1、米国の主な経済指標ということですけれども、米国の指標に関しても、それほど出題頻度が高いわけではないんですが、出題されます。アメリカの代表的な指標、それは、この表の一番上の雇用統計、それから上から2つ目の ISM 製造業景気指数、こういったところを押さえていただければと思います。雇用統計に関しては、これは、日本でも非常に注目されている指標です。毎月第1金曜日に、発表される。それと、非農業部門に属する事業者の給与支払い帳簿、非農業部門の、給与支払い、帳簿をもとにして就業者数を表したもので、ISM 製造業景気指数、こちらは、全米供給管理協会、サプライマネジメント協会、にアンケート調査を、して公表している。こういった指標を押さえていただければと思います。はい。それでは、第1章の経済指標の基礎知識を見ました。ここで時間になりましたので、ユニット1を終わります。お疲れ様です。